戦える。往生際の悪い、そこまでして何になる。せめて一体だけだ。まあいい、どうせあんたはここで果てる運命だ。チャクラが足らん。甘いな。よくここまで粘った、褒めてやろう。だが、ダメだ、気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ナルト、そうだナルト、お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろうナルトよ。のう、さすがジライア先生だ、しぶとい。もう諦めろ、もはやどうすることもできない。わしが諦めるの、諦めろ。うわ、これでわしのジライア豪傑物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや、違う。そうだ、わしは、わしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ、安心してここまで来られた。のう、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共に会ったおかげで、わしはここまで歩いて来られた。お前の存在が、わしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろ天を置くとしよう。お、そうだ、続編のタイトルは何がいいかの。そうだな、渦巻きナルト物語。うん、それが